シャキーン。僕チャンネルへようこそ。今週も始まりました。はい。今日は僕の部屋ですね。ああ。はい。先週の萩原選手に、はい、からの紹介で大阪から戻ってきました。大阪から戻ってきました。はい、で紹介で、はい、高橋選手。はい。じゃあ来てもらいましょう。どうぞ。シャキーン。高橋亮吾です。お願いします。高そうな革ジャン着てね。高いから着てんすよこれ。いいジムですね。絆ベース。絆ベースの。意外と初めてっていう。初めてですね。はい、今日は。はじめましてですか。何を言ってるの。一緒にやってたじゃないですか。ね、古巣のクレイジービーから高橋選手来てもらったんですけど、はい、今日はなんか高橋選手の生い立ちとか聞いていきます。掘りますか。掘りますか。格闘技やったきっかけとか、はいはい、まあ そんなのはさておき、高橋選手っつったらカーフキックね。そうですね。カーフキックの第一人者なんで、はい、その話をちょっと 2,3 時間ちょっと聞いてた。長いじゃん。じゃあ持つかな。で高橋選手あれっすよね、兵庫。兵庫です。でジムは加古川。そうですね、パラエストラ加古川ですね。昔は前のジム。ああそうなの、うん、高橋選手何年にジム移籍したんですかね。クレイジー来たんは2013年なんで。13年。そうです。そうなの。もっと最近かと思った。7年8年前とかですか。おお。ちょうどその格闘技やるのと NSC ですね、うん、芸人ね。そうそうそう、そう、二足のわらじをね入ってた。NSC 行くのプラス自分格闘技もやってたから、うん、それでまあ格闘技もやってお笑いもやって両方やるので2013年に来て、で1年間 NSC 行って、うん、で2014年から、まあ、劇場出て普通にやってたんですけど、そこで連敗したんですよね。ウィッキーさんに負け。あーなるほど。高谷番長に負け。あーあの試合ね。覚えてる。あのボクサーの背中についてた。1ラウンドの圧倒的に押してたんですけど、最後番長の左フック殿下の方と、それで、あ、それそんな前か。そうそう、あれ2014年ですからね。でその2連敗をきっかけに芸人活動ちょっと休止して辞めたんですよ。もうまだ辞めてないでしょ。いや、やって、辞めてる。忙しすぎて、うん、劇場出るってなったらやっぱコントとかの練習をして、でプロ練出てバイトしてとかって、うん、忙しすぎたんですよね。で練習をしっかりする時間とかも確保できんから、あちょっとやめるかっつって、でそっから自分タンリーに負けるまで負けんかったんです。おおなるほど。ワンで、ね、あったそういう時期あった俺も。そうか、だ芸人さん辞めてからシュートでベルトも取って。そうです、簡単併用の。なんかまあノラリクラリやってましたよ、うん、おで今はワンを主戦場で、うん、まあまあそうですね、試合はまあないですけど。ワンはいつからでしたっけ。ワンは2019年ですね。まあ割かし最近に。じゃあ次戦とか決まってない感じよ。いや来年の1月の14日に決まりかけたんですけど、3日前ぐらいにないって言われて。落ちる。あ、じゃあ今ちょっと落ちてる感じ。なんで、ね、コロナ関係。いや相手が怪我した。あ、そっち。いやそれやったらもう別の相手準備してくれよってなるじゃないですか、うん、でそっからそれを連絡して何の音沙汰もないですね。あ、それどこでやる予定だったんですか。シンガポールです。おお、ちょっと試合なかったら、うん、まあ、収入ないですか。どんぐらい空いてます今。約1年ですっけ、うん、最後に試合したら2月の終わりですからね。あ、なるほど。10ヶ月空いてます今で。まあね、コロナの影響でね。そう、奥さんと涼子さんはでも共通点が今話聞いてて、クレイジービーでももちろん一緒だったし、うん、ワンワン、フェザーフェザー、いろいろポイントは、うんね、シュートシュート、そう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 。確かに、はい、タンリーもね、タンリーも負けそう。悔しいよ。今チャンピオンですよね。チャンピオン、チャンピオンですよね。ちょっとね、俺舐めてたな。
全然いけると思ったんですけど、面と向かったら何の圧力も感じないですもん、うん、あの人で普通に下がるしね。やっぱ蹴りからのパンチがもう極めてる感じで、見えない打ち終わりで思いっきし殴ってくるからさ、強い蹴りなんだけどそれ入りにしてそっからバコーンってモロもらったね。もう担任の話はやめましょうごめんなさいそう、あのどうすか最近調子は。もう何も変わらずですよ。変わらず、もうあの練習はしてるけど試合がなさすぎて自分が強くなってるかどうかよくわからないですよ。本当、うん、あのスパーとかでもうまくはいきますよ、うん、それなんでかって言ったら、まあ、やっぱりボクサーのごっそり抜けてやっぱりちょっと言葉ある競技レベルやっぱちょっと落ちてるんですよ、うん、やっぱ接待相手でうまくいけばねいいなとかって言うんですけど、あ、なるほど、まあ、ちょっと自分も出稽古ちょっと増やした方がいいかなとか。お高橋出稽古行ったら即カーフキック禁止になっちゃうんですけどねあの高橋来た時にカーフキックすごいじゃないですか、はい、でみんな知らないで最初もらいまくってて、うん、なんだこれと思って、だから多分 2,3 週間したらみんなもうあの前足ダメになって、高橋とやるときちょっとカーフキックなしでそう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 なっちゃうんですよ。で今なんかイサミがカーフ用のレガース作ってるんで、だから高橋にもちょっとプロデュースでカーフのいやでもかなり俺も練習するときここはあのサッカーのスネアって入れてたからね。あ、つけてましたね。じゃなきゃもう外側につける感じ、外側につける感じ、じゃなきゃもう疲労が抜けないからさ、もう蓄積してちょっとだけ触られただけでももうあっつってカクンってなっちゃうから、ね、もうそれ今みたいにカーフが大流行りずっと前の話ですね。そう、ずっと前、遥か昔の話で、そうね、なんかその時になんでその蹴りやろうと思ったのっつったら最初は蹴りでテイクダウン取りたいっていうところから、まあ、足払い的なから始まったんですよ。ああ、そうそうですね。もうカーフの話になっちゃうんですけど、はい、蹴り方も全然他の選手と違うんで、うん、もうオリジナル、うん、あのね、くるぶしで蹴るんですよ、ね、そうですね、当てるところがくるぶしですね。くるぶしで蹴るんだよ、そうで、もうサッカーキック、つま先返さないで、かかと返さないで、そのまま相手向けてバゴーンだから、もう相当痛いからね。みんなカーフ対策だなんだっつって、はい、もう角度をこうやればとかって言うじゃないですか、はいはい、あれ本当に痛いカーフキック食らったことない人のセリフこれ食らったらあ、そういう話じゃないなっていう、もう外すしかない。あれですね、通称 TK ですよね。 TK 高橋キック高橋キック、はい、TK っすよ。カーフキック2代目 TK 意味が違う全然別物ですねカーフキックってね、それこそ多分京次さんが年末やってなんか一気に流行った感じありますけど、うん、その数年前からもう TK はもうそうそうね、え、もう振るってますよね。教授とかのカーフキックはもうそのまま普通の蹴りの入り方、そうポジションだけ変える蹴りなんだけど、うん、蹴り方自体がで最近なんか最近つうかミドルとかもくるぶしでたまに蹴りますよね。あ、そうですね。やっぱこうカーフが自分先駆者だけど自分じゃないところで流行ってたりして、はいはい、こんなんじゃねえなとかって多少ね、多少あるけど、うん、もう遅かれ早かれあ、これみんな、うん、気づくなっていうスタンダードになるなって思ってたんで、なんか昔三角締めとかもプライドの時ノゲイラでめちゃくちゃやったんですよ。でも柔術の人たちって三角なんか確かに大昔から知ってるじゃないですか、うん、これが今更みたいな、あ、今更かっ、ね、あの肩パンチマクレーがやったら流行ってるみたいなああいうシュート2戦目で僕肩パンチやってましたからすごいそれの試合見たんですかね、マクレーがいや、その可能性ないねないね。そうですね、自分もボクさんとかからボクさんも割といろいろ自分の格闘技の思想みたいなのあるじゃないですか、あ、まあ、食事であったりとかで割とそのボクさんを横目で見ながら自分もこの気づいたこととか感じたこととかって結構多くて、またいやマジですよ、もう一番最初に自分が驚いたのってやっぱ食事なんですよ、うん、多分ボクさんがワン出てる時にパンクラス一回出たじゃないですか。ああ、出た出た。あん時の試合直前ぐらいに野菜しか食べへんで、自分その時にビーガンっていう概念なかった、ビーガンを知らなかったんですよ何それってで自分からしてみたら肉食わへん人が勝てるわけない大丈夫かよってずっと思ってたんですよよく言われるやつで、負けたらもう
肉食わねえからだよってめった打ちされるあのね、牛久選手とやった時ですね、うん、パンクラス、ね、で、その時に肉食わんっていうのを聞いてで、ボクさんの試合普通に自分会場で見て、うん、まあ普通に買ってたじゃないですか、うん、それ見た時に食べ物関係ないなってちょっと思ったんですよそう、あの関係あるけど逆にすごい関係あるってことだよね関係あるけど関係ないなって思ったんですよ、うん、だからそれを見た時に野菜だけ食べて勝つ人もおれば肉だけ食って勝つ人もおるなとか自分ちょっと思ったんですよ、うん、でその時に自分も当時ちょっと気使ってたんですよ、うん、お菓子食べないとか割と、うん、でそのボクさんを見た時にあもう何でも好きなもん食おうってなって逆パターンねそれもあると思うマクレガーとかヌルマゴが試合前、うん、多分焼肉とか食っても多分確かにそんな変わらないなんかあの目標とかあります目標とかあります格闘技自分まあワンの契約終わったらライジン出ようと思ってるんですよ、うん、そういうのそういうこと言ったらワン出させてくんないとかないですかいや多分ないんじゃないですかまあなんかやっぱり格闘技ってやればやるほど自分のためではあるけど人のためみたいな感じになってくるじゃないですか応援してくれてる人を喜ばせたいとか、ねうん、そうなると、まあ、やっぱライジンとかの方がいいんかなとかって人前で日本で自分試合したので多分2年前とかなんですよねってなったらねシンガポールでテレビと中継見ながら見るのもいいんですけど、うん、やっぱ生でファイトしてるところを見てもらって自分が勝ってみんな喜んでもらえるのが一番ベストじゃないですか確かにってなると国内で試合した方がいいなって思ってもう国内のフェザー級もねあのめちゃくちゃ盛り上がってるじゃないですか盛り上がってる、ね、だああいうの見てちょっとなんだよって悔しいなとか思いますああなりますなりますだからまあワンのフェザーもライジのフェザーも、まあ、どっちみちシビアなんですよ、うん、やったらまあどっちもシビアやったらもう近場で、うん、どっちでもいいやっていう感じなんですよねもういちいち隔離されてめんどくさいですよそっかもう経験済みかそうですそうですワン最初契約してグローブもらった時びっくりしたでしょ、ね、もう本当にもうすごい拳守るだけって感じ薄い薄いっつか硬いっつかあれつけるとあこれ当たったら倒れるなっつってあプラン変わっちゃいますよイケイケになっちゃうっつうかあそうですよねアンテージがっちり巻いて普通にグローブつけたらこれ脳みそ飛び出るぞ相手のとかってなってくるんですかで、あのマットもめっちゃ硬いですね、あれびっくりしなかったですか、ね、すごい硬いだからもう多分硬い方が反発が強いから KO 率は絶対上がると思うので柔らかいマットよりなるほどパンチに伝わる力も強いし、うん、そうそうそう地面の力が相手になるほどなるほどグローブに関してはやっぱ UFC とかのグローブとかもこの間こうやって触ったけどやっぱ厚み全然違いますもん、うん、グロ UFC のやつなんかしっかりしてますもん、うん、UFC も倒れるけど、うん、ワンのやつ薄すぎませんそうなんだすごいから本当に新品渡されますもんねしかもカッチカチの、うん、ボクさんリズムすごい前も喋ったんですけど、うん、ボクさんってすごい練習の時にメトロノームとかチチチチチってやってすごいリズムやってるじゃないですか、うん、あれも自分横目で見ながらまあリズムのトレーニングしてるんやろうなと思ったんですけど、うん、リズムとかってなんか思想あります？いやなんかあの前もなんかで話してたけど岡ちゃんって聞くか180あ BPM このリズムに合わせて動いてたら疲れなかったり相手より反応早かったりっていうのでやってたんですけどまあリズムすごい大事だと思うけどどうですか全員で自分ここもあれまだボクさんと思想がまた逆で自分ボクさんのそのそれを横目で見ててチッ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 チってやってたじゃないですかあれであれ なんかタイミング分かってきたなってなるほどね逆に自分それを見た時にこれタイミングとかリズムあって相手に読まれたら良くないよなって自分は思ったんですよ、うん、確かにでそれで自分はボクさんはリズムあった方がいいって言うじゃないですか自分はもう逆なんですよリズムない方がいいなとかって思い始めてもうちょっと考え方がもう達人の考え方武道的な考え方になってるじゃないですかなんか言うたら構えてどのタイミングでどの攻撃がいつ来るか分からんみたいな方がいいよなって自分は思ったんですよ、うん、確かにでなんか
リズムがチャンチャ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 ってやったら、大体あこうでくるこうでくるこうでくるって、なんかパターンが何個か来るじゃないですか、っていうのを横目でこうボクさんのトレーニング見ながら思ってたんですよ。メトロノームの音がすごい、ね、うぜえなっつって来るんですよ。あ今今今今、今っていう。だからそれを例えば180を90で割ったりで、それを二軸を使えたらそのリズムが、一軸だったらそのリズムは読まれやすいけど、二軸だったらそれ逆にすごい呼ばれにくいのかなとか、一軸と二軸でやっぱり二軸が捨て頃は最強だと思うんで、そうですね、やっぱ右左両方に軸持ってる人の方が、た遠い時は一軸で近かったら二軸でみたいな、なったらいいんですけど、まあすいません話です。だいぶまあオタクそうね、軸の話とかしたらね、うん、でも切りないからね。まあまあそうですね、まあ、自分も年齢いってやっとね、僕さんとかキッドさんが昔言ってたね、あのトレーニングこれやった方がいいよとかがやっと分かってきたんですよ、うん、おっとストレッチとかも、ね、ああストレッ チやるようになった、やるようになりました。そうそこいいね。で飯とかも今もうちょっと今何歳ですか。32です。32だったらちょっとずつ感じてくるでしょ体の。いやもう今年からいきなり来ましたね。来るでしょ、いきなり来ましたね。俺も来てあこれだっつってこれかって思って飯変えたんだ。純もそれですよ。あのちょっと前までエナジードリンクとか飲みまくってたけど、やっぱちょっとずつちょっとずつやっぱり変わってきてますからね。高橋もエナジードリンクっつったら高橋だもんね。おはようございます。寝起きでエナジードリンク飲んでフシュって練習して休憩中とか普通にジュース飲んだりとかしてましたからね。普通にもう今は最近はもう水とかやっぱちょっとずつ変わってきてます、ね、変えないと無理ですね、うん、体がね。ほんとその内臓の疲れとかって、まあ、僕さん昔から言ってたじゃないですか、うん、そういうのがやっと分かるわけ、まあ、年とともにね、やっぱ若くてビンビン動いてたらそんなの気にしないと思うんですけど、ちょっと試合してるとこ見たいですね。ね、早く試合決まるね、ちょっと、まあ、願わくば僕はあの現地観戦したいですけどね。お国内でお僕のね、意見ですまあでもそういう声もいっぱい受けるでしょ、ね、なんかやっぱりライジン電脳って言われることの方が多いですからね、うん、ワン電脳じゃなくて。あ確かに、やっぱみんなが喜ぶところで試合をしたいですね。お最近リオゴさん結構メイン解説としてもねえ、ドリやっぱさ、ドリーマーあのオタクだからね、格闘技結構詳しいんですよ。これね、あの青木さんが秋山選手にふっかけた時も隣でずっと苦笑いしてるのを思いますけど、涼子さんが最初喧嘩裏だと思ってなんでそこ割って入んなかったのそこやっぱ一番目立つこういうね、目立ってるところに。もうすごかったですよ、空気。嘘すごいよね。一応テレビ越しではちょっと、うん、あ始まったっていう感じなんですけど、うんうん、結構会場ヒヤってなって秋山さん挟んで実況の人でこうパッて見たら、うん、実況の人がこう目やって大丈夫大丈夫、お互い苦笑いで私任せてみたいな、始まった始まったみたいななるほどね。まあそんぐらいちょっと高橋選手はね、あのかき混ぜてもらいたいな。そうですね、かき回したいです ね, ね。ちょっと試合できる場所さえもらえればっていう、あの話せない話が高橋くんとは多すぎて知る人ぞ知る事情が。そうじゃあ高橋選手、あのこれ僕の部屋って企画で、はいはい、友達がファイター紹介なんですけど、誰かあのいます、ファイター知り合いの。まあいつも練習してる、うん、あのパンクラスのフェザー級のチャンピオンの伊佐尾選手。おー来た来た、強いところ来ましたよやばい、国内最強非ライジンの本格派が今繋がってる状態ですけどすごいね、あのハードコアな友しかいないんで、うん、確かに高橋リョゴから伊佐尾ってなかなかハードコアで伊佐尾くんからどこに行くかっていうことで、どんどんハードコアじゃあちょっと電話して、はい、もらってもいいですか。でも僕さんも一緒に練習もちろんクレイジービーで、うん、してたね。で稽古によく来てましたもんね、うん、これスピーカーとかにした方がいいですか。あスピーカーで、あ直接、うん、もしもし、あ、もしもし、伊沢さん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です今、僕さんと YouTube 撮ってて、あ、はい、はい、僕の部屋って、先週
ちょっと紹介していくみたいなんで、自分今、はい、功さんを紹介したんですよ。 ありがとうございますなんでちょっと今あの僕さんに変わりますね。あ、はい、あ、お久しぶりです。あ、ご無沙汰します。元気ですか？あ、元気です、はい。マジですか？僕さんお元気ですか？あ、元気です。功くん、あの僕チャンネルで僕の部屋ってやってるんですけど、はい、出てくれるかな？いいと思う。おー、来ただんだん定着してきたんですか？ありがとうございます。あの詳細また後で送るんでよろしくお願いします。すいません。ありがとうございます。まあ、功さん、まあそんな感じなんで、また今週土曜日またお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。また連絡します。はい、はい、お願いします。はい、はい。まさか出てくれるとは。すごい、功くんがいいともまで言ってくれてね。いいともないかったですね。してましたね。すいません、ありがとう。いや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 、なんかちょっと今後のあれについてなんか言っときたいこととかあります？そうですね、また後々ちょっと時間はかかるかもしれないですけど、まあ国内でみんなの分かるところでファイトして日本かき乱さないと盛り上げて盛り上げたいですね。なんでまあ後々まだ近い将来にライジンなのか何なのか国内で多分ファイトはすると思うんで、お楽しみですね。楽しみにしてますよ、マジで。で、あとあの今度あれもカンフのちょっと技術動画も。ああ、そうですね、はい、ちょっとね、よろしくお願いします。やりましょう。じゃあ、あの高橋亮選手でした。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、あの YouTube チャンネルの名前なんだっけ？ミディクロチャンネルです。ミディクロチャンネル、全然最近稼働してないですけど、あの、まあ、何かしら細々と、あの高橋亮吾選手も YouTube やってるんで、はい、よかったら見てください。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じで、ありがとうございます。ありがとうございます。